どういうもんなの、ね、あ、それ難しい。それ、あれ、それ語るほどの何もない。ないないない。うんな。あんのはね、この場での選択としてはね、それぞれの品種とか何か意味があるやつはまた別ですけど、自分でちょっと栽培したいなぐらいだったら大きいやつ、なぜかっていうと丈夫だから。一個のやつはね、もうやっぱりちょっと弱いのよ。うん、2つ以上あるのがね、これなんかすごくいいですよ。これとかね、これなんかもほらいっぱいなんか芽があるじゃん。これもいいし、それでね、もう一つは葉っぱにこうふっていうんですけど、まだらのやつ、まだらのやつは栽培しやすいです。まあ、それちょっと一個そうだね、だんだんなんか丈夫そうですよね、これね。ただ、ただまだらのやつは、値段は安い。ちょっと安いものっぽいところがある。僕はね、なかなかこう、自然もは葉っぱがこう全然違いますね。そうね、でね、その負の中でもこの、ね、これはね、中国の南部というかね、ベトナム北部。これはね、もっとこうアジアっぽいところ。これ、うん、いいですよ。また違うんですよ。でね、こっちの葉っぱのね、この色目はね、ね、誰か持ってるかな。あれあれ、あ、こいつこいつこいつのような感じで、ちょっと和風のパフェよ。うん、お、これ株が出てる。そうそうそう。そういうのをね、こう大切に作っていくっていうのがやっぱりこれから先のこう展望ですね。これが展望ですよ。株。うん。こんだけパフェがあるのにさ、僕昨日東京ドームでパーンって買っちゃった。パーンって買っちゃった。あ、そうか。昨日いつまででしたっけ？来週いっぱい。来週。もう金を動かしてさ。もう言いたくないぐらい。飛んできて地球がぬくもるじゃないですか。そういうの放射熱ですよね。宇宙空間めちゃめちゃ冷たくて、放射熱についてちょっと感じれば植物がすごくうまくいく。僕らはこういう空調でこうあったかいわけです。でこんなのはあんまりよろしくないんですよ。それもああいう、こう電灯から出る熱のこう当たった時に出てくる、そういう熱です。でそれは暖かい方もあるけど、冷たい方は滝の前に行くとふわっとこう行くじゃないですか。あのこう熱が奪いされる、あれは効くんですよ、こいつら。それ毎日やられたらもううーっと。で毎朝ね、外部 2,3 度0度みたいな、まあ、0度はないとしても外ガラスは温度下がるじゃないですか、窓ガラスが。それが冷たい熱源がある、熱源の差っていうのは放射熱をガーッと奪っていく。夏とかだったらまあ大丈夫。そうですね。今はちょっと寒いですね。冬はね、だからまあ、窓際にからね、でもまあ30センチ離せれば全然違いますよ。距離の2乗の反比例でそのパワーをできますから。本当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 。万有引力の法則みたいなものがあるから。わかります？距離の2乗に反比例する。遠ざかればとちょっと遠ざかるとガクッと効果がなくなるってこと。ちょっと近づくとドーンとくる。そういうのあるじゃないですか。こう至近だったらものすごい効果的だけど、ちょっと離れただけで距離の2乗で影響が失われていく。ちょっと離せばいい。ちょっと離せばいい。うん。でもなんかついつい窓際ね、ああいうとこだったらこんな狭いとこでした。そうですよね。狭いですよね。ポンと降りたらなんかもう葉っぱがこんなとこにペタッとついたりして。まあ、ちっちゃいあんこでもって。あんこ
あ、だから植物ポーンと押されてワンとか刺されたりする。そう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 。あったかければあったかいほどいいんですか。あんまり暑いのはちょっと困るけどね。25度です。僕らと一緒よね。